NPB 一リーグ6球団しかありません。18年も優勝できない理由、数で考えたら10年に1回は優勝できるはずやろ。ファンの存在がデバフになってるんやろな。その間に A クラスは何回もあるのになんで優勝はできないんや。25年優勝してない横浜と50年優勝してないロッテ、たくさん試合こなせば実力差が出るからやろ。優勝する気がないからやろ。勝たなくても客は入るし、下部リーグに落ちることもない。優勝したら年俸上げないといけないじゃん。ドラフトだって下位に有利なルールなんやから、ある程度戦力も拮抗するはずやろ。来年で50年ぶりの優勝できるからって。優勝しなかった17回のシーズンのうち8回に取ってるのが逆にすごいわな。弱小の方がまだ理解できるわ。言うほどドラフトで下位だからのアドバンテージはないよ、マジで。ソースは13番目の指名選手。いつものロッテと楽天に粘着してる飛び降りくん立て直したんか。遅延してるから間違いないな。ロッテみたいにガチで勝つ気ゼロなんじゃなく、阪神の場合ガチで勝ちに行って18年優勝なしやったんやからな。ロッテは佐々木次第で割とあるよな。佐々木が渡り込めするまでこの先ずっと言われそうやけど、いつもピッチャーいいからタイガース弱い感じはゼロやな。バース岡だか今日の頃と全然ちゃう。試しにサイコロ振ってみたらわかる。18回やっても出てこない目が出てもおかしくはない。もしくはパチンコで例えるなら継続率 83% の台で18連や。ご視聴ありがとうございました。